ユサーさん。すみません。少しだけ机の上をお借りしています。ワークショップで教わって作ってみたんです。こちらがプロデューサーさんです。どうぞ、ご迷惑でなければ。はい。プロデューサーさんをみんなの真ん中に置くと、なんだか太陽みたいに見えます。いつもポカポカ照らしてくださってありがとうございます。私にいいんでしょうか。プロデューサーさんの心遣い、とっても温かいです。ありがとうございます。とっておきの紅茶を入れていただきます。プロデューサー、これいつもありがとうございます。やっぱりダメ。いえ、違うんです。違わないんですけど、そのお店で買ったものじゃなくて、こっちを。え、私に？なんかすみません、お気遣いいただいて。そういうのよくないですよ。私のこと考えてくれたんだって。少し喜んでしまうというか。一番プロデューサーに喜んでもらえるかなってお店で悩んじゃって、だったらいっそのこといろんなのが入ってた方がいいかなって。うん、バリに楽しみになって、プロデューサー。プロデューサーからもらえるかもって思ってちょっとだけチョコ立ちしとったとよ。ありがとうプロデューサー。こい、おいしくいただくばい。これ、プロデューサーにバレンタインの手作りチョコです。
いえ、気にせず。さすがに苦労はしましたけど。まあ、手作りなんで、準備からちゃんとしましたし、それなりに時間もかかりましたね。というわけで、その分の見返りもバッチリ期待してますんで。おお、さすが手作り。気持ち伝わったみたいですね。チョコレート？どうも。そろそろくれる頃だと思ったんで、紅茶も用意して待ってたんですよね。というわけで、いただきまーす。プロデューサー、撮影が長引いて。でも私が時間を指定したのに遅れるなんて。よかった。中身は大丈夫そうだ。うん。チョコ味のバームクーヘン。手作りだから、お店のような味は期待しないでほしいけれど、バームクーヘンには、幸せが続きますように、という意味があるそうなんだ。あなたの幸せが続くといいなと思って。食べてもらえるかな。おや、これを私に？ありがとう。でも、なんだか食べるのがもったいないな。あなたが私のために選んでくれた、その思いが、このチョコレートに込められているから。よかった。でもちょっと語弊があるかな。おすすめってほど自信を持って誘えてたわけじゃないよ。ネットでたまたまいいなって思っただけ。あ、お目苦しい？もう一つ頼みたいスイーツでもある？好きで乗ったのはそっちじゃん。ちょうどいいバレンタインを考えた結果がこれ。合ってた？くれるんじゃないかと思ってたよ。ありがとう。おかげで三つ峰、この後も頑張れちゃいそうです。ピータンの愛によって。今日でおしまいだから、お店の人から分けてもらって、きっとたくさん応援してきたから。プロデューサーさんにチョコあって、
らっしゃい。もう少しの間、応援してね。あ、いいんですか？いらっしゃい。ここまで、来てくれたんだね。ぬくもり。プロデューサーさん、何でも嬉しいって言ってたから、プロデューサーさんと食べたいの全部にしました。私の分もあるんです。一緒に食べませんか？私はプロデューサーさんにありがとうの気持ちだったので、お揃いですね。ありがとうな。プロデューサーももう帰るのか？そっか。ならこれ食べるか？その仕事のお供にさ。知ってたのか。そうなんだよ、コーヒーとの相性もいいって聞いてさ。早めに帰れるといいな。プロデューサーの方が疲れてると思うしさ。ああ、そうしてくれ。え、ラッピングまであんたがやったのか？こんな綺麗に。ありがとな。すっごく嬉しいよ。大事に食べるからな。まだ来ようよ。
他の方になど、これはあなた様に。いくつでもお気に召すまで。甘くとろけるような、ふふ、いくつでもいただけそうです。プロデューサー、お疲れ様。やっぱりまだ残っていたのね。それじゃあ今日あなたに会えないじゃない。これをあなたに。ええ、よかったら開けてみてくれるかしら。そう、私も同じことを思ったの。一緒に歩んできた季節、これから歩んでいく季節、ずっと隣で支えてくれるあなたのようだって。これを私に？ありがとう。きっとこの前買った紅茶に合うわ。覚えていてくれたの？そういうことなら、より一層大切に食べないといけないわね。お疲れ様。プロデューサーさん、渡したいものがあるんだけど、いい？はい、プロデューサーさん、アマナ特製のチョコレートだよ。どうぞ。じゃあ今食べちゃっていいよ。今日のアマナはめっちゃ頑張った。プロデューサーさんにちゃんとチョコレートを渡せたよ。プロデューサーさんってこういうものを選ぶとき、どうやって選んでる？お？どうしてって、好みの参考になるかもしれないから。ごめん、なんでもない。忘れて。プロデューサーさん、これ、どうぞ。食べて欲しくて、なんか、ガブッと。ラブ。できた。ハッピーバレンタイン。やった、待ってた。にへへ、ありがとう。いただきます。も、他のも
余ったら天下にちょうだい。プロデューサーさん、少しいいですか？プロデューサーさん、その、これ、ハッピーバレンタインです。中身、ヨーロッパの冬の夜みたいに、ぎっしり濃いめのチョコレートケーキなので、ドレッシーな服を着てる間にお渡ししたくって。恥ずかしかったりしません？プロデューサーさんももしそうだったら一緒でちょっと嬉しいななんて。に、苦ー。このチョコ苦くて美味しくないっす。そうっすか？じゃあプロデューサーさんにあげるっす。カレーにチョコ？それ食べてみたいっす。はいっす。プロデューサーさん、こっちのチョコもあげるっす。一人だと食べきれないっすから。ほうほう、いっぱい入ってるっすね。一個一個包まれてて、カバンに入れとくっすよ。ちょっとずつ食べるっす。はい。どう？そう、よかったわね。ありがとうって。まあちょっとだけ。けど普段の感謝の気持ちだしさ。プロデューサーはすぐそういうこと言う。けどほら、もう買っちゃったんだし、遠慮しないで食べちゃってって。それとも何？うちの気持ち、受け取れないとか言っちゃうけ？どうぞどうぞ。こういうのさっと用意できちゃうとこ、超できる大人って感じするわ。その能力うちにも分けてほしい。どんな？見つけて隠したから、チョコ。
これで忘れない？忘れないで、私のは。へえ、くれるんだ、本命。ありがとう、忘れないから。大丈夫です、私は。チョコでよければどうぞ。いえ。温かいミルクティーで。どうも。このチョコ、私が取材で、まさか私の雑誌での言葉を真に受けて。うわ。ほら、袋の中に。うん、バレンタインのプレゼント。ひななも色違いのやつ買ったんだよ。ねえプロデューサー、ひななとお揃い嬉しい？これ、ひなが食べたかったやつかな。今から開けるから、一緒に確かめてね。はい、お疲れ様です。全部割れてます、欠けてます、変な形してます。それでもいいならどうぞ。感想とか全然いりませんから。業務の一環としてチョコを渡してるんですかね。ありがとうございます。大切に食べますね。これ、他の人に渡してるのと同じやつです。プロデューサー、レッスンの前にこれ渡しておこうと思って。知ってた？渡すものによって意味違うみたいだよ。特別な人だって。
プロデューサーにぴったりだね。これチョコレート？私がもらっちゃっていいの？そっか、ありがとうプロデューサー。レッスンの後にいただくね。うるせえ。みかん、そこにみかんあんだろ、勝手に食ってろ。誰がいるっつったんだよ。プロデューサー、今日って、私はバレンタインの話がしたかったの。プロデューサー、忘れてたってことは私からチョコもらえるかもって期待してくれてなかったんだ。そっか、まあいいや。はい、バレンタイン。プロデューサーのことを考えて選んだチョコだからしっかり味わってね。これってプロデューサーが私のために選んでくれたの？嬉しい。もったいないけど、大事に食べるね。プロデューサーさん。これ。お口に合うといいんですが。それはぐっすり眠って養えるものもありますし、こうやって喜んでくれるかなって楽しく準備して得られる力もあるんですよ。はい、だから絶対プロデューサーさんも元気いっぱいになれますよ。これって手作りですか？すっごく嬉しいです。ここで食べてもいいでしょうか？私が幸せなところ見てもらわないとですから。